ここ。はあ。疲れたね。いつものに加えてクリオラまで。ああ。一旦町に戻って休憩しようか。 行くぞ。 Ah!
行くぞ!待ちくたびれたぞ、プープル。待ちぶせ。余はつけ回しているわけではない。はいはい。で、今度は何の用？釣れないことを言うでない。しかし、これを見たらそのようなことは言えなくなるぞ。え？またポチボン？ <笑>一体何のことやら。忘れたふりしてる。魔界で大流行しているエッガージリングだ。さあ、世の愛と共に受け取るがよい。これで世とソナと正式に婚約。うわ、 呪われそうなデザイン。つけたら外れなくなりそう。呪われ。何を言う。これは魔界で一番人気の宝飾デザイナー、シュウミが悪いな、あの策なのだぞ。近寄らないでください。見てるだけで呪われそうだから。完全拒絶。 そういうのはクリオラにあげたら正式な婚約者なんでしょ。いや、それは。というか、クリオラには会わなかったの？何？クリオラが来ているのか。うん、さっき会ったよ。君はさ、クリオラのことどう思ってるの？綺麗な人だし、 ちょっと過激だけど、悪い人じゃないみたいだし。君のために苦手なことも頑張ってるみたいだし。あと、ちょっと周りが見えなくなるみたいだけど。僕は君たち、すっごくお似合いだと思うんだけど。確かに、クリオラは素晴らしい女性になった。だが、 なんか後ろめたいことでもあるの？え？一体何のことやら。後ろめたいことなんて何もないぞ。うわ、怪しい。声も変だし。変ではない。これが世の美声なのだ。くぅ。だって、まさか あんな可憐な娘があのようなことをするようになるとは。
大体将来有望そうだと思って声をかけておいただけなのに本気にするとは思わなかったし、いやま、それは世にとっては嬉しい限りなのだが、でもな、また自分の世界にハマってる。ここ、うん、行こっか。やはりプレイボーイな世が悪いのか、うん、そういえばお父さんも世のことを罪作りな男めとおっしゃっていた気がする。はあ、モテるとは罪なのだな。確かにクリオラと婚約したのは事実だ。だがちゃんと断ったのだ。世には心に決めた相手がいると。今はそなた一筋なのだ。そなたに一直線なのだ。さあ結婚しよう。ギョギョ、そんな、いきなりメイド？あれ、パプラ？おら、困っちゃうメイド。なんだそなたは。要は今大事な話を。でも、熱いプロポーズを断るなんてメイドがしたらメイド。ここは受ける一択しかないメイド。愛に時間はかけないメイド。違う、そなたではない。パペラ、パペラ。
行くぞ。